エリー校の糸も豪華なる、自当初より3月3月は、グレゴリオ歴で年の第3の月にあたり、31日間ある。冬と春の境目の季節である。日本では、旧暦3月を弥生と呼び、現在でも、新暦3月の別名としても用いる。ヨーロッパ諸言語での呼び名であるマーズ、マース、マーチなどは、ローマ神話のマルスの月を意味する、マルティアスから取ったもの。 古代ローマの暦においては、年の最初の月は、現在の3月にあたる。当時の暦での最後の月に、日数調整を行っていたことの名残で、ウルード氏の日数調整を2月に行う。3月はその年の11月と同じ曜日で始まり、平年には2月と同じとなる。桜、日本では、弥生の他に、花月、花水木、夢水木、桜月、 募集等の別名もある。日本では年度変わりの時期として有名である。月を通して卒業式や送別会が行われ、出会いと別れの時期でもある。また、春休みに該当する当月末には人事動が行われたり、多くの学校、会社、観光庁などが、引っ越しや移行作業、新生活の始まりなどで忙しくなる。花月、期春、暮れの春。 健心月、桜月、桜咲月、三月、祝月、当月、花見月、春おしみ月、晩春、ひいな月、やよい、夢みずきひな祭り。ありがとうございます。